はい、どうもセアプロです。私もです。はい、分かってるからということでね、今日は寒いのでお昼か朝からずっと今歩いて博多に着きました。博多に着いたので博多で酒飲んでお風呂入って休み取りたいと思います。意味わかんない、どんなにやるの。とりあえず今大阪に着いたから北浜やねんけど、ぐちゃぐちゃ、どうしたそうなんだもん。髪の毛やねんけど、なんか染め子間違えてこんなんやって。染め子間違えるんだ。黒染め買ったらこんなんやってんか。やし、ご飯屋さんをちょっと探そう、ね、ただええ感じのとこ探そう。読めない。これどこ、こんなとこで食うの。こっち系嫌いやねんけど。大好きや。こういうおしゃれじゃない店。インスタ映えとか見て好き。いや、俺おしゃれ系男子やねんけど。フライドアンチョビポテトはポテト系男子やろ。あ、どんだけ喋り方じゃがいも食うてるの。芋系男子やろ。誰が芋いねん。楽しい。楽しい。思んない、はい、天気ええなけど今日めっちゃ天気あ、髪の毛やばいな。今日もでノープランです。結局な、結局いつもノープランなんで、今日もノープランで1泊2日ちょっと楽しみたいと思います。博多1泊2日楽しみたいと思います。いや、大阪やねん。あ、そうか。とりあえずこの髪色許してください。すいません。セアプロハウス乾杯。はい、社長か。何の？大阪市長の社長か。今日の気温はちなみに32度です。ほんま何度？今10度。あ、でもこう見たら別に変ではない。トリプル A みたいな。言い聞かせてるだけやで。はじめまして、住人2期です。このストーブがあるからめちゃめちゃ高い。でも美味しい。なんちゅう顔したの。どんな顔？なんかヘチマみたいな顔。おい、タワシみたいな。どういうことや。あ、ヘチマってタワシになるらしいの。めちゃめちゃうまそう。いただきぜ。ピタルは。え、美味しそう。めっちゃ。何入ってんの。きのこ。美味しい。きのこ。めちゃめちゃうまい。一発分量美味しいな。何だこれ。バケモンうまいやん。美味しい。見たね。何が。これ何味。バリクソうまい。めっちゃ美味しい、ね。きのこの風味満点。えぐいな。分量覚えとこう。韓国偉人みたいな名前な。ぼっくんじゃ。うちなんか困ってんな。どっちが特にうまい。めっちゃ美味しい。え、これ全部キノコ。4種類のキノコって書いてあるんだ。で、肉入ってんのさ。豚かこれ。豚くん。トントロみたいな。うわぁ、うまい。トマトソース。これには名前ないんか。もっくんにちゃん入る。そんなあかんこと言った。つまみ食いすなよ。ナイフで食うわ。やめや。多分うまい。おいしい。おいしい。ただのトマトソースではないな。めちゃめちゃ美味しい。酸味。美味しい美味しい。なんか食うたことない味。普通さ、もっとなんか甘くない、トマトソースって。でもちょっと色薄いな。だからちょうどいい。冷えてもストーブで温めれるし、ええ、ちょうど。いや、ボケですよ。しませんやん。しそうです。よこせ。いや、なんかやっぱおしゃれ系やな、これら。こういうとこってさ、美味しくないとでもさ、やっていけへんな。雰囲気も大事やけどさ、味もないでさ。川見れるやん、ほんで。綺麗な川。見て、こっち見えるやん。俺見えへん。俺もオフィスしか見えへん。これ、うまいうまい。初めて食べたな、雰囲気って。うん、初めて見た。あっさりしてる。いいさ、塩味。絶妙だな。なあ。一食でそんな感じ。うん。これマジで何だっけ。でかいのみたいな。なんかイタリアのなんかキノコなんじゃない。日本に生えてへんやつ。イタリア人の家に生えてるキノコなんじゃない。イタリア人家ボロボロやん。掃除してへん。この上澄みだけでも食べれるな。なんかこうご飯にのせて食えそう。変なやつ。変か。え、俺ピザで1位かもしれんぐらい女思ってる。いや、ほんまにおいしい。キノコ好きやったら食べるべきやな。俺がピザ屋やるってなって店名フンギです。寿司やったらさ、メネギやん。これがピザ言うたらフンギですよ。フンギありませんか。メネギありませんか。フンギなかったかも。ツーブルやん。あー、もうデブにデカい方やるわ。デブでよかった。ガリはちっちゃい方食います。1位な。ほんま1位や。デブにちょうだい。デブザラ乗せようか。後でしまう。トマトソース作る。美味しいやん。デブザラ行きます。はい、デブ。俺も痩せよう。もうってなんなの。ほんまにデブみたいになるやん。私いつからデブキャラにされてんの。去年の夏ぐらい。うわー、うまそう。なんでこんなうまいね。これ冷えても美味しいね。わかる。なんかパリパリさ増していい。ほんで生地もうまい。この塩加減ほんま好きやわ。俺かどっちが好き。
離婚届帰り買おう。買わんでいい、買わんでいい。もらえたいが。ごちそうさまでした、ミキ。セアプロ今日のファッションチェック、まずこれ着すぎやろ今日。ゾゾタウン、ゾゾタウン、アクネのマフラー、ニットのワンピース、ユニクロ、靴、コンバース、新しいやつ、バッグ、ステラマッカット、トータル1000円。何言うとんねん。僕ですね、はい、ザラ、はい、これ、GBB、 これノースペースね、我らがノースペース、めちゃめちゃいいやつ。靴靴靴靴靴靴見て、アップして、ワラビのワラビの俺バージョン俺しか持ってないワラビ。アイちゃん手作り、プライスね、プライスレスのマスクストラップね、はい、クロムハーツと可愛いアブレハーツ、あとこれマスク、5枚で100円、カバン、ノースペース、あー、これで、全部で49万8000円。何が高いね、一番。何する今から。お茶しようや。渡るか。あーもうすることないな、大阪って。めちゃめちゃあるやん。なんか京都の方があるな、やっぱノープランやとこれやからな。次あったらいい店入ろう。お腹はまあ8分目ぐらいやから。悩む、ほうじ茶か黒ごまか。ほうじ茶にしようかな。パン買ったんですが、イートインが席いっぱいやったんで、どこで食う？立って食う？どこ立つって？いや、今この歩き持って。コウヘイ君のやつぐちゃぐちゃなりそうやけど、ドイツのドーナツ、ここ食べたいんちゃう？コウヘイ君。やばい、落ちる落ちる。うん、うん、美味しい。うまい。私の手粉まみれやばい。うまいな。美味しい。えぐい。やば。これ店で食べるべきやな。やばい。やばいやろ。美味しい。うまい。思ってた味やろ。思ってた味な。よかったよ。うわ、黒ごまあんバター、これが食いたくてこの店に行ったらしい。黒ごまのとこ、黒ごまってあんか黒いの、あんこが黒いの、あんも黒ごまの、あ、来た。え、めっちゃおいしい。普通、めっちゃ食べたけど普通。うわ、しない、うまい。てかこれ絶対ごまの方がいいやん、ほうじ茶より。うまっ。てかこれあんこ感ないね、黒ごまのあんやね。あ、そうな、小豆じゃなくて黒ごまのペーストの、めっちゃうまいやん、あんってことな。たい焼きもこれにした方がいいやん。夢中。うまっ。バケモン、牛乳飲みたいなるな。いや、ジュニさんコーヒー飲みたい。カッコつけよんね、コーヒー飲めへんくせ。大阪来てカッコつけるやつは一番あかん。なんで俺やん、俺がどこがカッコつけてんねん。牛乳言うてんねん。だって牛乳飲めへんねん、そもそも。だから飲みたい気持ちになるわけないや。あこちゃん、カッコつけんな、暴言。やぶろ。ついに着きましたね。行こうか。ほんまに辛。アイスが無料って書いてある。アイス何時から？ラーメンも食えるし、風呂も入れるし、乳酸菌飲料が無料やし、マッサージチェア無料やってる。めっさええやん。この真ん中行きます。行きましょう。何となってんのこれ。いきなり壁か。わー、すげー、ルームツアー。近所迷惑。あ、すいません。はい、ということでね、僕のルームツアーはね、難しいですけど、とりあえず始めたいと思います。じゃあ、はい、じゃん、クローゼット。ここにね、パジャマもあるんで。パジャマ、パジャマもついてます。ズボンもついてるの。へぇ、靴置ける。あ、これは綺麗にね、置いていきます。ほんで、ここがすごい。とトイレですわ。 TOTO。 ほんでここちゃんとこの三角折りしてるから、もう素晴らしいよね。まあなんせ綺麗。カメラ撮ってるから舐めへんけど、カメラ回ってんかったら俺舐めてた。私が止めてる。すぐ、これはもう洗面所めちゃめちゃ綺麗。でここピュアの森。え、ほんまや、嬉しい。ジュースがあるんです。水や、ドライヤーもあるし、コンビニで近くで。これ大理石、もう大理石でできてる、プラスチック大理石っていう新しいやつね。まあ、次俺らは欠かせない冷蔵庫ね。オープン。ありますか。ちょっとチェックいきます。お願いします。あ、完璧や。7段階で温度調節できる。完璧や。冷凍もできるし、ケトルもお茶もここもある。でドアもついてる。でここでみんなここに寝ようかな思う。まあでもドアがありますね。ここドア開けまんねん、これ。えい、こっち。じゃーん、大きい。三笘の1ミリ、こんだけ広いから俺が手伸ばしても使えへん。クイーンベッドですわ。この柄な、平面や思うやん。意外とこれ全部出てるからガタガタやねん。そうでもないな。ちょっとガタガタやちょっとガタガタやな。立体的やねんこれ。見た感じはめっちゃ立体的やな。そう、これが良かったよ。これは決めてや、ここボタンな。これライトつくやな。ほんでこっちで、はい、ソファー。二人掛け、二人掛けやな。一人こうやって座って、でここでご飯とか食べれると。はい、次これ、じゃん。
テレビなんかなぜか知らんけど、このテレビここやのにソファーここって、こう見て、正面見つつ横目でこうやって見る、これ多分ドーミーンの魅力やね。あ、でも、はい、書斎こうやってなんか、まあこうパソコンも出てもらえへんだ、こういう、その会社員の方で見てる人もいると思うけど、ドーミーンはここも集中できる、ちょっと個人の空間みたいな、誰かこっちいたとしてもここで集中できる、これがいいね。金庫取られた赤もここに入れてやる、携帯入れとこう。はい、次これ、はい、タオルと小タオル、お風呂行け。はい、次びっくりすんねん、まだ部屋あんの。はい、こっちの部屋ほんまびっくりすんねん。オープン、じゃん、おお風呂、おお、シャワーブースですね。これもし今ここ早だかったらもうエロいでー、これどこが一人分やな。まあ今日はこれね、2人で入りたいと思う。せっかくお風呂なんだけここはあのプラモデルとかも多いここ棚の好きなフィギュアとか、俺ドーミーン来て大体置く、持ってくるの、わざわざ。いや買う、下に売ってんの、売ってるか。最後もしかして、最後ね、大阪言うたら、せーの、はい、そう、たこ焼きね。ということで、たこ焼きの景色行きましょう。よーい、ドン、こわ、オーシャンビュー、真っ赤、めっちゃオーシャンビューやねんけど。うわぁ、通天閣や、アベノハルカスも全部見える、完璧やん。これはもう、よかったな。もう今見た通りめちゃめちゃいいやん、いいやん。いや、首でうーん言うな、お前、何がうーんや。で、ということで、今日はね、ここで愛ちゃんと愛を分かち合いたいと思います。いや、そこはうーん言わんのかい。最後バク転します。好転やん、首だ。セアープロ、アイスがある、カルピスかチョコモナカか、そうだ、めっちゃええやん、これ食べ放題最強やん、うん、しかもなんか漫画っぱりある、ヤクルトもある。漫画読む、寝てます私漫画やから眠たくない。これ10分ぐらいいけそう、お風呂上がってからにしよう、腹ピンピンだろ、うん、なる、中吉、ピン、一瞬入れる、うまい、これジャンボ的な、うん、行って。というわけで俺だけ風呂行ってきます。アイちゃんはなんか化粧落ちんのが嫌らしくて、なんせサウナもあってアイスも食べれて楽しみでしたね。ということで行ってきます。美味しい、早い、あ、うまっ、さっき食べたよりうまい、やっぱ整ったしちゃう、うん、カルピスはいっちゃうわ、多分風呂上がりやろうな。ここはめっちゃいい、今までで普通の美人法で行っちゃいんじゃん。こんな風呂をちゃんとしてるとこってなくない？確かにな、なかなか。まあでもその分まあいい値段してるやん、そのなんと今日このお値段、今日1万円です。いや、なんで食うやねん。それは安いか高いかで言うと賞味今んとこ安い。アイスなんかもう俺4つ食うだから、朝飯ついてるからな、ほんでこれで朝飯も評判いいらしいしな。腹ごしらえしに行くか。ええー、腹減ってへん。じゃあ一人でちょっとご飯食べに行ってくる。今何したん、俺が風呂入ってる間。内緒。おい、なんか怪しいな思ったら、こうクローゼット開けた男入ってんじゃん。矢口ちゃうやろな。とかベッドの下実はおるんちゃう。呼んできた、セブン入れ集合で。なんか怪しい、なんか普通やったら風呂入んのに入らへんとか、うれしい言えばコンビニ行ってくるとなんか珍しいな思ったら、お前それか。入らへんがないつも途中は。やけど愛ちゃんまだ風呂入ってへんからさ、うん、俺はお伝えしたいけど。うん、お伝えしてくれんの。正直に言うわ、俺いろんなホテルとか行ってお風呂も結構好きやん、うん、そんな俺がズバリ言うわ、めっちゃいい。だいたい想像ついてたけどもうめちゃくちゃいい、綺麗、清潔感あった、うん、ま、私そこが重要やもんな。何一つ汚いとこなんかない。うん、ドライヤーもなんかパナソニックナノイみたいなやつだし。私脱衣所が結構重要やからな。足の裏こうやって歩かなあかんから、こうじゃなくて。7点評価中何点？ 7！ え、マジでサウナだけで言ったら7。ああ、そう、ある程度広かった。なんかマックス10は入れんちゃうから、10以上入れそう。あかん、これあったもん、匂いで。何の匂い？ナノイ。ナノイって匂いやったんや。ドライヤーの匂い。お風呂上がったといえばお飲み物こちらでいいだと思います。じゃん、森の水。美味しい、美味しい。一気するけど。なにそれ、飲まへんのかい、いらんの、うん、全然飲んでへんねん。このピンクのタグがカワチ、カワチ。はい、というかね、ご飯を食べに行きたいと思うんですが、何食べる？ここにある無国籍居酒屋っていうところに行こうかなと思うんですけど、ちょっとやめときます。僕ら無国籍じゃないので。何食べる？何しようかな。寿司、猫、猫ええねん。猫あかんねん。猫がええねん。ちなみにこんな道ですが、
何もございません。長谷港で晩飯でもいいな。食堂行く？長谷港の社員食堂。なんかあったとこでいいんだ。適当に入る。まあ、次あったとこ入ろう。もう絶対。絶対な。次もう飯食べれるもんやったらもうそこ入ろう。そうしよう。何国籍でも食おう。セアブロハウス。ご飯のうどんにしようかな。おい、何歳何やん。大学2回。はい。おい、社長か。ツルトンタンの社長か。どう、風呂上がりの一杯。まだ整ってる。あ、そうなの。だけど、まずいとかじゃなくて、家のグラスが一番うまい。まあ、確かにな。あれ、やっぱ凍らすんと凍らすんやん。全然ちゃう。ちゃうな。でも念願のツルトンタン。まさか近くにあると思わんかったな。歩いて行ける距離にな。京都なんでないんだろう。トレンゲでか。ゲレンデみたいに言うよ。焼きて。美味しい。うまいよ。出し切ってんの。めっちゃ熱い。熱い。クリームやし。一本ずつしか食われへん。うん。なんゴミ入ってんのかい。めっちゃ熱いで言うときよ。おかんちゃん、ニラ落としてるかと思った。これやった。深いな、こっち。めっちゃいい匂い。うまい。うん、エビ1個食べていい。ニラ1本食べていい。うまい。めっちゃうまい。うん。何点？86。だいたいそれ。何点？85。だいたいそれ。これシチューみたいな味ちゃう？うん、クリームでしょ。ごっつ。俺って今どんな感じ？普通。見た目黄金で出てきた。ちゃんなっそ。自分からはいかん。来たら考えるけど、仲良くなってから考える。そいつの本質見る。まずは見る。あのお持ち帰りされそうになってもので釣りが本質見て、今の俺ぐらいの中身、ええ感じの中身はどうする？まずええ感じじゃないやん。いいか、持つわ。ラストスパート行けよ。目から飛んでて。鼻も耳も全部出とる。両方3玉やしな。俺がちゃんと食べたぞ。ごちそうさまでした。はい、タヌキ1本分。いらん。なんでサウナ上がりよ。あ、睡眠。バナナミルクのこと。気持ち悪い。それやったら黒糖ラテ。そんなんあんの。あったかいやん。あかんあかん。これは。いやいや、渋っ。なんか渋っ。無理、選べへん。スポラバマックスは美味しいんかな。これが一番サウナっぽいで。そうやな、ほなそれで。ワイノスケ、何ジロジロ見とんじゃん、悪い。なんなんそれ。帰って。今はもう帰ろう、サウナしたいから今から。2回目行くで。セアプロ行くぜ。じゃあお風呂行ってきます。行ってらっしゃい。温泉バッグ持って行ってきます。めっちゃ気持ちよかったわ。最高。わちはさっき買ったバナナミルク。見たことないジュース。サウナドリンクやな。やばい。社長か。ドーミーインの社長か。あー、なんか飲んだことありそうな味。あー、バナナ。言う思った。あ、うまい。レッドブルーの薄いバージョンだよね。ちょっとシャバシャバの、うん、サウナ12分3セット。時計なくってさ、置き時計があってんけどさ、曇り出したら見えへんねんか。けどめっちゃなんか綺麗やった。空いてたし、ええわ、何より。確かに。あ、いっぱいやってたる。常時2、3人とか。ゼロの時はあったけど。あ、一瞬一人になったしな。夜は多いか思ったけど。あー、気持ちいい。アパッチします。どうやってやるの。そうやろ。広げて。いるかな、こういうか。誰が顔でかいね。ツルトンタンぐらい。誰が器でかいですね。や、腹まだパンパンやん。息できてんの。はい、どうぞ。どう。かっこいい。普通に喋っていいの。いいよ。目悪い人この上からメガネかけるからな。おもろいで。だから。あ、けどなんか入ってきてる。膝ぐらいまでもう潤ってる今。もしかしてそれ俺のやつ奪ってる。うん。やっぱサウナーとはパックですよ、皆さん。喋れてないな。まあ初めてやねんけど。私いつも外行くときは持って行ってる。いや、指3本立ってるやつ見たことないわ。このままサ飯行こう。はい、これ何杯でもいけますんで、僕今から100杯食べます。焼きぜ。
やばい、めっちゃ疲れてる。めっちゃほっこりしてるやん。してる、ホクホクしてる。じゃがいもかも。食べれるかな。力が尽きてる。今日麺どんだけ食うねん。今日麺すすりすぎちゃう。3食麺やで。腹麺だらけ。脳みそみたいになってんじゃん。どういう意味？脳みそって麺みたいになってる。炭水化物お化けやんだけど、パンも食べて。腹パンパンやん。まあ旅行はチートデイやからな。ね、普段節制してへんけど。炭酸エグ。てかリアルゴールドめっちゃええやん。他にもあったで。の混ぜよ。オロナミン C アクエリ。リアルゴールドなんで。リアクじゃん。初めて飲んだけど普通。ジェネリックオロコや。ジェネリックローランドみたいに言うな。食べる？ん？多分なんかチュルチュルしそう。え、いらん。何本食った？100本ぐらいじゃん。100本？明日はサメしなかったら俺おかわりしてんの。それと何玉食べてるかな。俺ほぼ4玉やで。4人ぐらい。締めのラーメンって何なん？駆け込むね。駆け込む？山手線か。きつい。ごちそうさまでした。チャルピ。はい、これとこれ。さ、飲んだことないけど飲める自信ないからさ。どっちやそれ。あ、乾杯。あい、社長か。来来亭の社長か。美味しい。飲んでみた。何これ、酸っぱそうな匂い。酸っぱないよ。あー、嫌いそう。めちゃくちゃ嫌いそう。嫌いじゃないで。けど一本って飲めるかなって感じ。いやけど薄い。ほんまはこの割った店で、ね、あー瓶のやつで。もうちょい濃い。この水の味がする。あー、そういうことね。これはもうソーダが強い。ジンソーダやから。アホな私、こっちの方が飲みやすいんよきっと。匂いが好きじゃないかもしれない。俺かどっちが嫌い。あ、ちょっとすいません。おいテレビ見てどうねん。そういうのを食べろ。すいません、映像がちょっと乱れてしまいました。あー、寝ようか。ね、ほんまにもうあと息してもう寝ますんで、あの今日という一日にありがとうということで、明日は朝ごはん。何やってるの。足靴下見て。新品らしいんで、あのユニクロみんな行ってください。あの値下げしてたらしいんで。とりあえずあのここのホテルの名前言うの忘れてたんやけど、ドーミーインプレミアム北浜みたいなホテルなんで、ここに出てると思うんですけど、何の案件でも何もないんですけど、とりあえずめちゃくちゃいいっていう情報を聞いたので僕ら来たんですけど、めちゃくちゃいいという感想です。はい。そして朝ごはんでまたグッと上がるかグッと下がるか、またそれもお伝えしたいと思います。明日の朝もお風呂入るんで、とりあえず、次の動画また楽しみにしてください。おやすみ。でーあー、終わったで。いや、終わったん。回った、周り終わったんで。あ、ほんまクソみたいなホテル。もうええわ、もうこんな。あ、ごめん、昨日忘れた。クソみたいなホテルっていう名前のホテル行きたいな、今度は。そうやな。なんかあるらしいで。はい、終わった。よっしゃやったよ。もういらんねん。なんかそのホテルの召喚じゃ意味ないで。別に無駄だけ。あれ、ごめん、切り忘れた。ヌーツアーってなんかやることに意味がある。やってる自分らも嬉しいし、お店の宣伝にもなるし、やっといた方が絶対いい。そうですね。はい、もう切った。帰ろう。思うな。なんか一人でいたい。大阪遠い。電車になるよ。